光をくれた人は、2016年のアメリカ合衆国、オーストラリアニュージーランドのドラマ映画、ML ・ステッドマンによる海を照らす光を原作とし、デレクシアン・フランスが監督、脚本を務めている。制作は、ドリームワークス、リライアンス・エンターテインメント、パーティシパント・メディア、ヘーデー・フィルムズが共同で行い、マイケル・ファスベンダー、アリシア・ビ・キャンデル、レイチェル・アイズ、 ブライアン・ブラウン、ジャック・トンプソンが出演した。北米では、タッチストーン・ピクチャーズ配給で2016年9月2日に公開された。また第73回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映され、禁止賞を争った。第一次世界大戦後、元軍人で東大主のトム・シェア・ボーンは、妻のイサベルと共に、西オーストラリア沖の島で暮らしていた。ある日、 夫婦は漂流してきた手漕ぎボートに乗っていた男性と、女の子の赤ん坊を発見したが、父親と思われる男性は死亡。生き残った赤ん坊をルーシーと名付け、自らの子供として二人は育て始める。2012年11月27日、ドリームワークスが映画化権を獲得し、デビッド・ハイマンとジェフリー・クリフォードがプロデューサーを務めることが報じられた。2013年9月、 デレクシアン・フランスが監督を務めることが発表された。2014年6月、アリシア・ビキャンデルがキャストに加わった。2014年7月、さらにマイケル・ファスベンダーとレイチェル・ワイズの出演が報じられた。パーティシパントメディアが共同制作として参加する。撮影地となったニュージーランドのポート・チャーマーズのジョージ・ストリート。撮影地となったポート・チャーマーズのグレイ・ストリート。 制作は2014年9月に始まり、ニュージーランドのマールボロ地方とオーストラリアでの撮影予定が組まれた。2014年9月12日、スタッフがニュージーランドのダニーデンとオタゴ半島でロケーションハンティングをしていたことが報じられた。10月22日、スタッフはダニーデンの旧ダニーデン刑務所を撮影場所とし、3週間に及ぶ市内での撮影を行った。 10月下旬、スチュアートストリートでの撮影が行われ、スタッフは旧キ,キングエドワードテクニカルカレッジの前をロケ地に選んだ。撮影は他にポートチャーマーズでも行われた。その後はセントラルオタゴの線とバサンズに移り、1週間撮影し、11月半ばにニュージーランドでの撮影が完了した。蒸気機関車に乗った映像は10月に、 南カンタベリーのプレザントポイント鉄道にある改装された木製の鳥籠の客車内で撮られた。11月17日、オーストラリアに移りタスマニア州スタンリーでの撮影が始まった。スタッフの撮影のために街の道路などを改装した。光をくれた人はタッチストーンピクチャーズバナーを通してウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズが配給し、 ウォルト・ディズニー・スタジオとの契約下で公開される最後のドリームワークス作品となった。2016年2月、ディズニーは2016年9月2日、北米公開を発表した。ワールドプレミアは第73回ベネツィア国際映画祭で行われた。ありがとうございます。